試合を振り返ってください。前半0対2というビハインドになったら、後半しっかりと逆転して取れてよかったなと思います。今シーズン初スタメンとなりました。意識していた点はありますか？とにかく今チームの調子が、良くて、まだ負けなしなので、まあ、しっかりまずチームが勝つことっていうのを意識して自分が何ができるかと考えてプレーしてました。これで7戦無敗となりました。ホーム大分戦に向けて意気込みをお願いします。次ホームでやれるということで、しっかりまた勝って負けなしでホームに行きたいと思います。よろしくお願いします。